テールランプ外していきます。トランクの内張り、トランク内張り外してもらって、うん、後ろからですよね、これね、この辺、うん、8ですね。と8が1に入ります。3箇所でしょうね。4です。1、2、3か、3、ごめんなさい、うん、3ぐらいですね。これですね、8船落とし。で前がこれ多分普通に考えて、ちょっと待っていいですか、8、はい、前っていうのにこれは外しとかないとダメですね。そうですね、これピン抜きで外せるんですか、ここは。はい、これ1個代表で一応1、2、3、4、え、そうなの、5止まってるんですけど、これもちょっと代表で、はい、これ20になってるんで、うん、私さっきあったんですよ、めっちゃゴムですよね、ピンと思ってるけど、はい、こんなんです。あ、はあ、はい、ノーコメントでお願いします。求めないでください。そうですね、一応外していきます。はい、じゃあ外してもらって、間中のネジ外していきたいと思います。映ってるかわからないですが、違う、暗いからやっぱなんか、はい、そっちですね、うん、でもちょっと緩めたらもうちょっとね、全然いけるぐらいあれですね。で3箇所ネジ外しました。後ろなんですが、ここ、ここカメラ撮るのがむちゃむちゃ下手になってる私。ここでこれ何なんかな、これはね、ドランクのランプのカプラーなんですか、ちょっとわからないんで、これだけ外しますね。これで、これの方、ここを押さえるですね。持っていきます。はい、共同作業で、これ後で外してから見てみましょう。そうですね、元からこういうもんなんか、何かがわか間にかましてるのか、うん、そう、だから本当はこうなんかなと思って。ああ、そうかそうか、分かれへんからね。で、上の一回これで外してみます。あ、はい、外れる。これ外さんでもいいかも。うん、外れましたね。はい。またスッと。あれとかないの？ノックピンとか。そうね、あれね。うん、うん、いつも困るやつ。車ですね。うん、やっぱりさすが。これ以上褒めるとこございません。ほんまにないんかな。ないです。私どっかあったからこれノックピンって聞こうと思ったら全然ちゃうとこ見てたんですよ。オッケー。オッケー、グーグル。ちゃう。こんな感じです。テールランプ、外せました。だから、外すまでが大変ですね。リアクォーター、ね、またや。トランクの内張り外さないとダメなんで、外すまでが大変です。外すのは、簡単でした。はい、じゃあ次は、バンパー外すんで、その動画を見てください。お願いします。チャンネル登録と、これもお願いします。